こんにちは。おいしい引き出しの A 子です。今日は100均のアルミパウンド型で焼くミニバター食パンを作ります。前回の柔らかすぎるバター食パンの動画をたくさんの方にご視聴いただきありがとうございます。一斤型を持っていない方や焼いたけどしぼんじゃったっていう方からコメントいただきましたので、今日は手に入りやすい100均のアルミパウンド型2種類でアレンジしてみました。どちらもふわふわでやわやわに焼けましたので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。では今日はアルミパウンド型の説明から始めます。今日はこの2つの型を使います。おなじみダイソーさんで購入したアルミパウンドケーキ型です。これがね、 S サイズを1つと、これが SS サイズ、これを2つ使います。強力粉を 200g で仕込みます。作り方はバター食パンと全く同じなので、そちらの動画を参考になさってください。オーバーナイトにする場合もこの分量のままで大丈夫です。一次発酵が終わった後、生地を分割する際にこちらの小さいこの型には 95g ずつ、残りをこの大きい方に入れます。こちらの SS サイズを4個使ってもいいですし、こちらの S サイズを2つ使っても同じ分量で作ることができます。オーバーナイトにするときは2回目のパンチの後、冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせてください。このように準備しました。こちらの型には敷き紙をこのように敷いてあります。でこっちね、敷き紙切るのめんどくさかったんで、中に油を塗ってこのくらいの紙を入れておきました。そしたらね、こうスッと取れるかなと思って、もちろんこれと同じように紙をね、切って準備していただいてもいいですし、油を塗るだけでも大丈夫だと思います。この方がね、取れやすいと思って今日はこんな風にしてみました。はい、ではベンチタイムが終了しましたので成形していきたいと思います。まずね、大きい方から成形しましょう。両面に薄く粉をまぶします。で、綿棒で伸ばしていきます。はい、適当な大きさに伸ばしたら、だいたい大きさはこんな感じです。そしたらね、三つ折りにします。ほんの少しこの中心が重なるくらい。そしたらまたこれを伸ばしていきます。細長くしたら巻いていきます。はい、では巻き終わりを下にして型に入れます。次は小さいの成形しましょう。両面に粉をまぶしたら伸ばしていきます。そしたらまた三つ折りにして、ちょっとここが重なるくらいで、綺麗な面を下にして伸ばします。そしたら巻いていきましょう。出来上がり。一斤型で焼いた時はここ閉じたんですけど、ここは閉じても閉じなくてもどっちでも大丈夫です。今回は閉じないでやります。では型に入れていきます。巻き終わりを下にして、こんな感じで完成です。はい、3つ成形が終わりました。では最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で40分か50分ぐらい様子を見ながら発酵させます。乾燥しないように霧吹きでお水をかけて表面を湿らせました。乾いた布をかけて、乾いた布の方がいいと思います。上がってきた時にくっついちゃうのでね、乾いた布をかぶせて
最終発酵させます。はい、今30分経ったところで出してきました。生地はこんな感じです。こっちの大きい方はもう少し発酵が必要ですが、 SS サイズの方はもうね準備 OK な感じなので、今予熱を180度でスタートさせました。ではこちらの方はもう一度布をかぶせて温かいところに置いておきます。2つだけ先に焼こうと思います。うちのオーブンは予熱がとても早いので、もうここでね牛乳を塗って準備しておきます。何も塗らなくてもいいんですけど、私は牛乳を塗って焼こうと思います。では予熱が完了したので170度に下げて15分ぐらいから様子を見て焼いていこうと思います。はい、焼けました。170度で18分焼きました。ちょっとね焼き色薄めなんだけど、型から外します。こうやってね衝撃を与えることでしぼむのを防ぎますので、型から出す前に食パンとかは必ずね衝撃を与えてください。ちゃんと焼けています。かわいいね。大きい方の生地の発酵もこのくらいで OK だと思います。同じように牛乳を塗ります。もうね予熱はすでにできているので、このまますぐに焼きたいと思います。これは170度で20分目安で焼いていこうと思います。はい、焼き上がりました。これは170度で20分焼きました。完成です。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。